はい、皆さんこんにちは、タートルです。皆さん腹筋って1回はやったことあると思うんですが、実はお尻を上げた方が腹筋が効くって知ってましたか？もちろんきつい腹筋なら効くよってわかると思うんですが、今回は簡単なのに腹筋に効くんです。絶対やった方がいいですよね。腹筋できない人の改善方法、そして応用編として3段階の腹筋レベルを紹介します。やる前に一つ意識してほしいことは、起き上がっている時は息を吐いてください。息が止まると腹筋の表面だけに力が入ってしまって、お腹をへこませる効果がなくなります。今回は腹筋の表面も奥もどっちも効かせることによって、お腹がへこむ姿勢が手に入れることができて、お腹が出にくくなる体が作られます。一緒にやってみてください。今日も一歩前進しましょう。腹筋ができない人の多くは、腰に隙間がある。体を起こすときに肩から少しずつ上がっていくんではなくて、一度に背中を起こそうとしてしまう。そうなると上に体を持ち上げてしまうために腰がストレッチされないので背中が丸くならない。こういった原因があります。今回はその改善点として、膝を曲げて足を少し開きます。足は肩幅ぐらいです。お尻を持ち上げます。これでお尻を下ろすんですが、一度に下ろすんではなくて、背中からゆっくりお尻を下ろす、お尻からゆっくり上げていく。これをペタンって落とす感じではないです。まずこれができないと腹筋はできません。一緒にやっていきましょう。3、2、1、スタート。お尻から上げていって、腰からつけていきます。要するにおへそを自分の顔に向けておくイメージです。普通に上げてしまうと骨盤が向こうに向くんですよ。骨盤をこっちに向けておくイメージです。これができると腹筋をすごく使えます。 OK。今度は今のを使いながら上体をちょっと起こしましょう。お尻を下ろしながら体を起こす。背中からつけながら体を起こす。背中からゆっくりつけながら自然と体を起こします。できないよって人もね、真似しながらやるだけでもできてきます。今日はこれもいいです。 OK。 今度はちょっと早く動いてみましょう。下ろしたら一気に上がる。こういう感じです。背中からゆっくりお尻つけたら一気に動く。戻るのもからゆっくりつけます。あんまりバタンバタンならないように。はい、 OK。 今度は今のをしたまま起きておきます。疲れたら戻る。お尻上げて戻る。できるだけ長く耐えます。疲れたら戻る。今の感じを作ったままで体を動かします。こういう感じ。さっきの応用編です。お尻を上げるときとお尻を下げるとき、同じ状態を作ったままで動けばこのようにできます。今度は転がったら足伸ばす。
いぶ腹筋がね上手になってると思います。OK 最後はうつ伏せからお腹を伸ばします。手を脇の下、これでキープ。できれば腰から下をつける感じ。もしこうやって浮いちゃうっていう人はね、手をもうちょっと前に出してください。しっかりお腹を引っ込めながら、OK。 お疲れ様でした。今回が腹筋を上手にやる方法、腹筋をしながら息を止めないように腹筋の奥を使ってお腹をへこませる筋肉を鍛える方法でした。やってみたよ、分かりやすかったよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。